後ほどファンの皆さんからの、ね、質問もお受けしたいと思いますが、まずは開幕まで2週間を切ったということで、それぞれの皆さんの、ここまでの手応えから聞いてまいりましょう。ではまず原さん、よろしくお願いします。ここまでいかがでしょうか。ちょっと3月の頭に体調を崩してしまって、遅れたんですけど、なんとか前回投げることができて、まあ、ここのところうまくいってる感じです。はい、はい、山田選手いかがでしょうか。すごい順調です。順調、はい、すごい順調。今日はホームランも打って、はい、タイムリーも打って、はい、中村選手会長お願いします。はい、まだまだ個人的な部分ではまだまだなんで、しっかりと調子上げていけるように頑張りたいと思います。はい、秋吉投手お願いします。そうです、今日打たれましたけど怪我なく順調でございます。まあ、ここはいいものでございます。さあ、そして坂口選手お願いします。いい感じで来てると思います。いい感じで来てるということです。青木選手お願いします。いや、もう本当に順調です。もういい感じで来てます。今日は英語ではやらないですか。It's good. It's good. It's good ということでありまして、さあ、それではですね、まあ、去年の秋のキャンプからね、もうヤクルトスワローズといえば猛練習という文字が、踊りまして、コーチのね、鬼コーチの M さんとか愛さんとか K さんがやってまいりまして、節分の日の豆まきの時には鬼に運してね、あの動画皆さんご覧になりましたよね。ね、あ、そんな見てないの。あ、見てますよね。はい、そのキャンプなどの様子も聞きたいと思いますけれど、どうでしょうかね。やっぱり、原さん、原投手から聞きましょうか。ピッチャー陣もやっぱり厳しくなりましたか、練習は。あ、そうですね、いつもだったらランニング委員会のところが2回になったりとか、うん、まあ、いつも以上には走ったかなと思います。ああ、そうですか。山田さんはどうでしょう。そうですね、まず時間が長いので、お10時間ぐらいやってましたよね。そうですね、まあ、中身も濃くて、うん、もう全部全部集中しろって言われたんですけど、うん、なかなか10時間も集中力持たないんで、隙を見て、まあ、休憩とかしたんですけどまあ、それでも本当に中身も濃くて、うん、一球一球本当フルスイングをしましたし、守備も一球一球集中して受け取ったんで、すごいいい練習ができました。皆さん、本当に一番きつい練習嫌だったなみたいな、もし話がありましたら。嫌だったなじゃないな、一番きつかったなっていう練習何かありますか。秋吉さんあたり。そうですね、うん、まあ、本当に準備も行きましたけど、ランニングが2回あったので、それもありましたし、まあ、個別でコーチについてもらって練習とかもあったので、本当に練習時間が長くてきつかったです。長かったですか。はい、坂口さんいかがでしょうか。はい、僕もランニングです。ランニング、あと腹筋です。あ、腹筋を。あとはロングティーです。ファーストの守備練習もされて大変でしたね。ああ、そうですね、でも日々挑戦です。日々挑戦。青木さん、久々に戻ってらして、この練習の感じはどういう意味ですか。いや、もうそうですね、全然なんかこう野球のやり方が違う、練習のやり方が違うんで、はい、もちろん分かってはいたんですけど、少し戸惑った部分もありましたね。はい、さあ、そして皆さん、青木さんがね、7年ぶりに戻っていらっしゃいました。青木さん、7年ぶりに戻ってきて、まあ、顔ぶれも、あ、ね、握手が送られておりますが、あ、Mバックですよ。もう一回 Mバック着たいですね。あ、言いたくないですか。あ、Mバックもう一度。アイムバック、お帰りなさいの時に言ってましたけど。これ、今シーズンずっと使えそうですね。うん、ずっと。アイムバック。ハイガイズね。ハイガイズ。ハイガイズ。どうですか、7年ぶりに戻ってきたヤクルトスワローズの顔ぶれ、チームの雰囲気というのはどういうふうに。いや、すごく明るいと思いますし、いや、本当に、キャンプ中からすごくハードな練習してるんですけど、でもみんななんか本当に楽しそうにしてる時もありますし、うんうん、基本的には前向きにみんなやられてると思います。山田選手はルーキーイヤーで青木さんと1年かぶってたんですよね。はい、1年かぶってます。その時は喋ったりはなかなかできなかったんですか。いや、まあ、最後のクライマックスで僕試合出たので、その時に3日間連続で
ご飯だけ連れて行ってもらって、あ、はい、お世話になりました。そうだったんですね。まさかこんな選手になると思わなかったですもん、ね、あれはね、初めての出場がクライマックスシリーズでしたから、はい、あれ、原ジェリー投手が右のももを叩きながら何か言いたそうなんでしょうか。いや、僕も青木さんと、まあ、お話できたりしてすごく良かったし、ご飯も、いや、ちょっと上田さんと、まあ、青木さんとご飯連れてもらったりして、すごくもう僕みたいな人でも相手してくれるのですごく嬉しかったです中村選手もまだ 2,3 年目の時でしたもんね。そうですね、3年目、3年間一緒にやらせていただいたんですけど、青木さんに、今月じゃない、キャンプ中に飯行こうやって言われて、まだ一回も誘われてません。ああ、いけませんね。いやいや、後輩を誘う立場だから。え、後輩を誘う立場でしょ、はいはい、ムーチョは、はいはい、うん、だから、まあ、多分忙しいかなと思って。いや、まあまあまあ、シーズン中行くから。シーズン中、お願いします。行くよ、みんな。秋吉さんも食事は自分はWBC の時に。あ、そうか、はい、青木さんに。なるほど、教えてもらいました。 WBC でね、もしない坂口さん、2個下ですかね、年齢としては。3つ下、学年で3つでしたかね。はい、はい、どうですか。まだです。まだですか、はい、あ、行きましょうね。もう全部行かなきゃいけないですからね、大変なんですが。さあ、時間の方もですね、まだですね、いただけるということなので、まあ、チームの優勝もちろん目標だと思いますが、まあ、今年の個人の目標というのをね、ちょっと一人ずつお伺いしていきたいと思いますが、原投手からお願いします。はい、そうですね、ちょっと去年負け数が多すぎたんで、ちょっと今年は、まあ、去年負けた分ぐらい勝ちたいなと思ってます。うん。そして山田哲人選手は今シーズンはその目標とする数字はないんですけど、はい、いけるところまで行くっていう、うん、もう貪欲さを出して、誰もが認める活躍をしたいと思ってます。誰もが認める山田哲人。さあ、そして、中村選手は、まあ、選手会長でもキャプテンも務めますが、そのあたりも含めていかがでしょうか。はい、個人的にはですね、全試合フル出場という目標を掲げ、またキャプテンとして、魅力でありますけれども、チームの中心として精一杯頑張っていきたいなと思っています。キャプテン C といえば宮本慎也さんですが、何かアドバイスみたいなのをいただきました。いや、まだそんな全然。あ、まだないです。怖いし。で、怖くないですか。あ、怖くないですか。あ、失礼いたしました。秋吉投手、いかがでしたか。去年怪我して43試合で終わってしまったので、また70試合投げたいと思います。そうですよね、稲尾の最愛というぐらい投げましたから、今年も期待しましょう。そして、坂口選手、なんで笑ったんですか。いや、今2人なんか言ってたから何言ったのかなと。いや、もう全試合スタメンで出るつもりでやってきたんで、それを目標に頑張っていきます。はい。さあ、そして青木宣親選手、今シーズン目標。いや、とにかく日本一になることですね。日本一、はい、まあ、それが目標です。それに尽きるということでありまして、はい、さあ、ファンの皆さんからもここで、選手の皆さんに質問をいただく。おっと、つば九郎が何か。始球式のタレントさんを守る、ここが稲村亜美ちゃん事故現場です。あれは怖かったよね。スワクロ体張って守ると。わかりました。さすがに自信ネタをぶっ込んできますね。さあ、それではですね、皆さんから質問を、受けたいと思いますが、左右さんがですね、先ほどのファッションの、左右さんがどこにいます。はい、こちらスタンドに来ています。はい、声はすれども姿は見えず、どの辺でしょう。あの辺ですかね。はい、じゃあ、サイさんからいくつか質問聞いてみてください。はい、では早速お名前をお願いします。ささげと言います。今日はどの選手に質問されますか。秋吉選手に質問したいと思います。では早速どうぞ。秋吉選手、去年は一番後ろを任されることが多かったと思うんですけども、今年は何回を投げたいですか。聞き取れました。大丈夫ですか。はい、今年は、何でも屋として中継ぎでいきたいと思います。
何でもやる、どこでも投げるという意気込みで。どこでも投げます。4回ぐらいから打っちゃう。はい、かないか。どこでも行くと。はい、どこでも行くということです。よろしいでしょうか。その他にいらっしゃいますか。他に質問したい方はいらっしゃいますか。あ、手を挙げている方がいらっしゃいますが。ちょっとそちらまで行きますね。シャイちゃんとの距離が、私はシャイちゃんはまだ見つけられてないのでわからないんです。山山さん本当に応援団の方の上の方にいます。あ、上の方、はい、一番上ぐらいに来てます。はい、あ、本当だ、はい、手を挙げた人と接触するまでこれだと3分以上かかる。やっとたどり着きました、はいはい、近くの方、はい、どうぞ。では早速お名前からお願いします。伊藤美希人です。今日はどの選手に質問しますか。山田哲人選手。では早速質問をお願いします。2年連続トリプルスリーを取ったけど、去年はどうして取れなかったんですか。あ、聞きにくいことを。自分の実力のなさっていうのが一番だと思います。でも今年はやります。今年はやりますよということで、お時間、残念ながらお時間となりました。ファンの皆様、今シーズン1年間温かい応援のほどよろしくお願いいたします。選手の皆さんも寒い中どうもありがとうございました。